タディーズネスト from now。 皆さんこんにちは、タディーズネストボリューム28、お届けします。今回はですね、前回に引き続き、2020年7月13日大阪ロイヤルホースで行われたウィスリーキングスのライブからですね、今日は僕のオリジナルナンバーでタディーズブライトという曲をお届けしたいと思うんですが、その前にちょっとだけ告知させていただきたいんですけれども、タディーズネスト開設記念にですね、こういう T シャツを、作ったことはもうすでに、告知しております。これ結構売れてます。好評なので、このねイラストが結構かわいいっていうんで、好評いただいております。まだお持ちでない方ぜひガンガンご注文ください。それでですね、これ今着てるのがブルーですね。でこの他にピンク、そして黒、そして白と、この4色揃えております。サイズはね結構いろいろ選べるので、ぜひ皆さんご注文いただけたらと思いますが、それに加えてですね、時代はですねエコバッグ時代に突入しましたね。コンビニで自動的に袋がつかないことになりました。ということでですね、チャンネル開設記念第2弾ということで、タディーズネストエコバッグ、誕生しました。これが L、結構大きいでしょ。これ中に T シャツたくさん入ってるんですけども、こう肩にこうねかけてこういう感じになります。お買い物にぜひ使っていただきたいと思います。これも色がですね、今のところこの黒とこのナチュラル、きなりですね、それからこのピンク、この3色揃えております。本当はブルーもね、揃えたかったんですけど、今なんかやっぱりエコバッグブームで、ちょっとブルーがね、しばらく在庫がないということで、とりあえずこの3色でスタートしました。でこれが L になってまして、でもう一つ、これが S になりますね。これはもうこういう手提げタイプ、バッグインバッグにもお使いいただけますし、私はゴルフのカートに持っていくのに使ってます。皆さんぜひそういう用途でもね、使っていただけたらと思います。以上エコバッグの、告知をさせていただいたところで、それでは早速、本編のライブの方、ぜひお楽しみいただきたいと思います。この間のね楽しかったツアーの雰囲気を少しでも、味わっていただけたらと思います。大阪ロイヤルホースでのライブ、僕のオリジナルでタディーズブライト、どうぞ。という曲を皆さんにお届けしたいと思います。タディーズブライト。Thank you.
Thank you.
どの曲でもこの練習から始めるといいと思います。ジャズの中級に行く一つのきっかけになると思います。ダイアトニックからの脱却、なんとなくシャープが1個でずっと吹いているソロの例なんですね。これでかなりの曲が吹けるようになると思います。正確に的確に吹くという第一段階のそのハードルをぜひ超えてほしいんですね。これは初心者脱却の本当に大きな柱になります。吹奏楽やってたんでアドリブできません、吹奏楽やってたんだったら譜面は読めますよね。要するに芸術性をより高める方に、気を配れるということですね。これが難しいところです。ここでですね、曲のアナライズ、楽曲分析という作業が必要になってくるんですね。同じコードネームでも曲とかキーによって使うスケールが変わってくる可能性があるというのは非常に高度な働きを阻害するということ。